ってわけじゃないです。今は全然うん、なんかね寝れなくて寝れなくてですね、気づいたら5時になってまして この際だからメールを送ろうと思いまして、メールを送って、洗濯回して、洗い物して、パン食べたくなったからちょっとコンビニ行ってって感じそうね、なんでだろうでもね、しょうがない、こういう時が必ず来るそう、今日のメイクの調子は今日どうでしょうか。こっちの二重の幅がちょっと調子悪いんですけど、こんな感じ。メイクはあんまり変わってないかな。うん、こんな感じよ。キラキラかわいい、この目の下のやつかな、 B アイドルのだよこれ前髪、そうここの部分をちょっと切ったんですよ。なんかさ、こう耳かけしてるとさ、なんかこの辺、この辺がさこうなくなるのよ。だからさ、ここの部分がさなんか顔でかく見えるじゃん。だからちょっと切ったの自分で。でこうやってやるとさ、そんなに余白ないからさ、なんかなんかいい感じに見えるじゃんそうだからこの辺でもね、もうちょっと長めに切ればよかった。こうやってこうやって切ればよかった。ちょっとまあこいつらが伸びてくれるのを信じますせそう、間違い探しみたいな難しさでしょ、この辺。なんだなんだ、そんな家族ラインがさすごい動いてるのよ。なんかさ、ラインがさ一気に何件も増えててさ、何って思ったら家族ラインだった。ヤッホー、友達が可愛いって言ってたよってお姉ちゃんからライン来てた。何、ありがとう、ヤッホーいや誰誰って感じよねそう、なんかね、シキナに似たその猫が生まれたっていうか、猫がまた生まれて、そのもらったところから。そう、さくらんぼは好きですか。好きですね、さくらんぼ好きです。今日はね、なんかゴールドキウイを買ってみました。キウイね、なんか食べれないんだけど、食べれないっていうか、でもなんか前食べた時に食べれたの、ゴールドキウイ。普通のキウイは食べてないんだけど、ゴールドキウイ食べれたから食べれんじゃねって思って買ってみたあの時に新しい家族ではないんだけど、そうね、めっちゃ可愛いの。これこれなんだけど、シキナにそっくりなの、ちっちゃい頃。なんかね、こっちがシキナね、ちっちゃい時のシキナで、こっちが生まれたばかりの子なの。似てない？めっちゃ似てるって思って、かわいい。でもなんか鼻の感じがなんかかわいい、なんだろう、
似てんのかな、鼻の感じもなんか短い気がする。しゆくんにもこんな小さい時があったんですよ。尻尾がタケノコみたいにツンってなっててね、可愛かったんだけどね。今じゃあご飯って聞くとにゃーってなるから、可愛いしゆくん。しゆくん可愛い。メタボーイになる前のしゆくん、そうそうなの。あ、母猫が一緒なんだ。へえ、なんか似てる。いやー、かわいい。オスメスどっちなんだろう。今日の夕飯は牛タンです。え、なに、私の分。牛タン羨ましいんだけど、いいなー。私はちょっと何食べようかな。生春巻き食べたけど、スイカを食べるかゴールドキウイを食べるかで迷ってる今。そう、うちはハンバーグいいなー。スイカかキウイを食べたいな。キュウリじゃないよ、キウイね、キウイ。どっちがいいかな。お肉いいな、お肉食べたい。どっちがいいと思う、スイカかキウイか。もやし生活です。もやしはね、栄養があるからいいんですよ。栄養豊富なんだって。何が入ってるかちょっと忘れちゃったけど、スイカキウイどっちも。キウイにしようかな。1から7まで好きな数字は、1から7 4、 間を取って間の4で。凍らせたキウイ、凍らせたキウイって美味しい。キウイは食べ頃なの、わからん。わからん。シャリシャリで美味しいんだ。へえ。普通に食べたい。じゃあスイカはね、小玉スイカ、ちっちゃいスイカの半分を買ってきました。半分。前も買ってきたんですよ。そう、それをね、一日で食べちゃった。一日でこうスプーンでほじくりながら食べてったら、一日で食べちゃった。やばいよね。でも全然食べきれるサイズなんですよ。だってそんなに大きくない、これぐらい。大きいか。大きいか、これぐらいなんですよ、これぐらい。だからさ、ね、スプーンで食べてったら食べれちゃうもんだね。そう、なんかさ、何、黄色っぽい色のスイカもあったの、あれ何、ヤイロ、ヤイロスイカなんですか。黄色っぽいなんかスイカがあったんですよ。クリームスイカ、黄色いスイカ。スイカくり抜いてフルーツポンチいいね。たまに、そうあったの。味変わんないんだ。
今度見かけたら買ってみよう。美味しいのかね。なんかさ、スイカってさね、赤いイメージじゃん。うん、スイカは黒い部分が多いと甘い可能性が高い。あとなんかさ、こう叩いてさ、なんかその返ってくる音だかなんかで詰まってるかみたいなのが分かるみたいなさ、あったよね。スイカに塩はかけない。スイカに塩はかけないね。あ、ねえ、あれじゃん、なんだっけ、忘れちゃった。あのマシモのさ、あの研究生なんでもランキングあるじゃないですか。あれ見ました？あれ見た？私途中から見たんですけどさ、なんかさ、あーこれだろうな、あーこれが1位なんだろうなって思うやつにもうぴったし、本当に何あれ。ね、もうなんだっけ、お母さんにしたいランキングと、あと怒ったら怖そうだかなんかと、なんかねぎるのがうまいみたいな。その3つだけ聞くとさ、マジ主婦じゃない。もうやばいんだけど。そのね、何かの、何これ、なか、なん、なんとか彼女、何他にさ、な、何があれでした、入ってました。まあまあじゃねえよ。他に、他に何かありました。彼女にして、なんだ、男装も上位だった、やった、面倒な彼女に、マジ。嘘、なんで、なんで、理由なんで。面倒かな。わかんないんだけどさ、面倒くさそうですか。彼女にしたら面倒くさそう、私。ねえねえねえ、え、嘘、自覚全然ないよ。なんでなんでなんで、ちょっとその理由聞きたい。厳しそう、厳しそうだから面倒というか取り扱いが、あー、なるほどね。あ、バラありがとうございます。注文が多そう。そんなことないと思うよ、知らんけど。理由言ったら怒るでしょ。なんか聞きたい、聞きたい、なになになに、意見がぶつかりそう。頑固そう、あ、頑固ですね。頑固だね。あ、お声はね、めんどくさそうだね。お声はめんどくさそうだわ、実際今めんどくさいもん。でも、でもなんかそういうところがまあ可愛いかなって思う、私は。なんか私はさ、なんだろう、大声とかヤヒとか、なんかタイプがちょっと似てるじゃない、なんとなく。そういうタイプの子には塩対応するんですけど、でも可愛いんだよね、可愛いからこそするんですよ。それは分かってほしい。なんかさ、前さ電話した時にさ、大声と電話でさやった時にさね、なんか
それはちょっとみたいな、ひどいんじゃないみたいなコメントがあったんだけど、そうそう、なんかね、おこえちゃんのコンビ好きだってマジありがとう。うん。村長とちくなちゃんベストカップルですよ。あー、それはちょっといいかな。それはちょっとさすがにいいかもしれない。ね、そう、なんか可愛いよね。でも大声ってなんだかんだ言いながら可愛いけど遠慮しとくって感じ。研究生でペア作るなら大声かけるちかなが一番最初に思いつく。そうなの？マジ？マジ？じゃあもしその二人でさ、なんかね、ユニット曲やったら面白いかもね。隣のバナナみたいなさ、ね。友達以上恋人未満。おえどうなんだろう、謎。逆にさ、なんか今さ、こう何、そういう公演の話題が出てるからさ、どういうのが見たいですか。なんかそこ聞いてみたかった。なんかさね、ユニットみたいな、どういうユニットが見たいんだろう。かっこいいの、なんかね、そういうんじゃなくてメンバー、そう、メンバーとかどういうのが見たいんだろうと思って、ユニット組むとしたらどんなメンバーが見たいですか。流れ星、マジ？村長とみゆみゆとデコボココンビでユニット曲が見たい。おお、みゆみゆ、みゆみゆと長野三姉妹。おお、なるほどね。私と村長が見たいんだ。面白そうだよね。でもなんか大声のファンの方に申し訳ない気がする。ちょっとね、マッシー、意外、なになになに、意外っていうか、なんかちかなちゃんとゆなこちゃん、マジで。マネージャーエースとのペア、それはもうね、もうやばいと思う。かな村長やひでみたい。しれっとちっちゃいもんクラブに入る、入れそうだよね。入れそうだよね。エースさんとオオカミ、うん、ちょっといいや。いいかな。そうね、姫とやりたい。
姫とな、でもさ曲いっぱいありすぎて何があれなんだろうって思うよね。やっぱりドラさんで見たい。うん、確かにドラさん公演とかさやりたいよね。ちかなとあおちゃん、意外、あおか。姫と抱きしめられたら私にはきついな私にはきついんじゃないですか多分。ドラさん公演レギュラー化希望。でもさ今4人じゃんねえ、4人だと回すのとかきついよね。なんかさ5人だとさちょうど良かったんですよね。そうなんかちょうどいいっていうか5人でもギリギリだったんだよ回すのとか。 MC がすごい緊張したあれそう、ねえ、カイリちゃんとの、そう、なんかさ、そう、なんかね、カイリね、なんか私も待つタイプなのよ MC っていうか誰かが話すのを待ってそれに乗っかってくタイプなので、カイリもそのタイプなの。だからだからこそってなる二人してってなってたそうそうなの、うん。ねえ2月だよ、やばー、2月なんだけど。公演っていうかね、まあ公演なのかな、公演最後ね、やったの2月だよ。黒板もあのまんま、やばいよね。うん、そう、わかる、あれが最後になるとは思わなかった。やりたいね。うん、ねえ、でもさねえ、なんか時間経つのってあっという間だね。でもね、私もうねドラさん公演もう私立ち位置覚えてない立ち位置も振りも覚えてないと思う。虹の作り方とかさもう覚えてないですもん。このこういうやつだよねちょっと覚えてない2月は本当に個人的に本当に今まで以上に忙しかった気がして、そう、ありがたいことにね、すごくありがたいことに、そうね、だからもう覚えてない、本当に覚えてない、うん、そう、映画の撮影とあと「失恋ありがとう」、あの AKB さんのシングルの「失恋ありがとう」のカップリングの撮影とか、そういろいろあったんですよ。そうだからでレッスン
とかもあったから、そうでもなんかね大変だったけど楽しかった。なんかもっとこうなんかそうなってもいいように頑張りたいと思った、うん、だってねなんかそのなんか2月とさ比べるとさ、コロナのその何もできなかった時期との差がすごかったから、うん、すごいなんかダルムニハートにすごいたくさんありがとうございます、うん、そうね、お仕事できることに感謝ですよね本当に。1、2月はほぼ毎週新潟にいた。やばーい、みんな新潟、県外の方はさ、あの新潟に来たのっていつが最後なんだろう。何飲んでるの？麦茶です、麦茶。早く新潟行きたい。新潟ね、新潟ドラさんイベントが最後、1月、ドラさんが最後、2月23、生誕が最後。転職しないよと言ってあげてください。どういうことですか？2月、あ、ドラさんか。去年の11月、え去年の11月ですか。それはまたすごいですね。あ、ドラさんイベントが2年ぶりの新潟。マジマジマジ。あ、大体が生誕祭とそのドラさんイベントのどちらかが最後なんですね。やりたいよね。そうじゃん、今日握手会の日だった。今日、昨日、昨日か、握手会の日でしたよね。やばー、いやー、早くね、早く収まればいいですね。だからこう皆さんもね、なるべくなんだろう、外出しないってことは多分できないと思うんですけどね、手洗いうがいとかソーシャルディスタンスを守って3密を避けて前3密守ってって言っちゃったんで、3密避けてうん、過ごしてくださいね。はい、ということでそろそろ終わりにしますはい、ありがとうございました。また会いましょう。ルームバイバーイ